はい、おはようございます。ラメネコ1号ルタジェーマです。YouTube で、1年ぐらいねやったりやらなかったりだったんだけど、でなんかちょっとやるみたいですよ。やるみたいですか。お久しぶりです。だいぶお久しぶりね。めっちゃ仕事の途中でやってるんですけど。今回、NSR50 の、レースカウルがあるんですね。このレースカウル、まあ、正直今ボロボロの状態なんで、これを、まあ、直して、最終的にレースで使えるようにして、走ってる姿を撮りたいなと思って動画撮り始めてます。でね、正確に言うとね、NSF、 NSF100 なんだって。まあ似たようなもんでしょ。でね、まあ、レースカウルの中動画と並行して、多分 NSR50 の、まあ、フレームからエンジンバラバラになってやる、まあ、部品がめちゃめちゃあるんですよ。その、フレームから1から全部組み直して NSR50 をワンチャン行動で走れたらいいなっていうのをやっていこうかなと思います。ということでね、直近で、レース用の NSF の動画の再生 と、NSR50 の行動用の再生をやっていきたいと思います。早速何早速ね、トラブル続きなしですよ。使用量やったからだそうです。お暇だったら見てってください。以上。なかなか大変ですよこれ。だいぶバキバキだもんこれ。まあとりあえず今までついてたカウルの状態確認からいきましょうか。はい、これがシートカウルですね。シートカウル割れてます。の裏がまずこう、まあ、割れてますわ。で穴が開いてました。穴が開いてましたね。でちょっと無理やりパテ捨ててます。で困ったな。分離。割れてる。こういうね FRP の補修とか、これ多分カッティングかね、テープ系のやつだよね。まあ、全部ちょっと綺麗にし直してやりたいと思います。でとりあえず FRP を、貼り付けていくんだけど、もちろんやったことありません。ね、参考にしようと思ってねこの動画開いてしまった方、申し訳ありません。合ってるかどうかは分かりません。まあ、やっていきましょうか。我々大体こんな感じなんでね。で、これは何買ってきたんですか。これはなんか FRP 補修のやつ、補修キット、ね、FRP 補修キットっていうやつを使ってやっていきましょう。やり方はちゃんと説明しました。まあなんか自在に効果剤混ぜてって書いてあるけど、はい、適当ですね。いや、それ分量あるんじゃないの。うん、なんか1滴2滴って書いてあるで、まあ感覚で。終わってる。あっとくかな。とりあえず少なめに。いい感じ。どうですか。いい感じ。それが楽しいで。そうだよ。まあうまくいかない方がね、トラブルが起こった方が楽しいから。まあよしにしましょう。黒じゃないし。うん。余ってる。よし、出して作ろう。まあ、こんな感じでやっていきましょう。開始早々いろいろトラブル続きなんですけど、とりあえずこの白いとこカッティングテープらしいんで、全部剥がすところからスタートみたいです。できるかなこれ。あ、仕事中です。これテープ地獄なんだけどね、ホットガンのパワーで剥がしてあげますよ。ホットガン。あつ。ほらほらほら見てこれ。もうすげえ早いだな。これ作業しながら思ったんだけど、この青じゃん、ドラえもんカラーじゃん。バリバリマシンとか昔見とった人、多分この動画見とると思うじゃん。
ドラヘルとかじゃん。かぶってたでしょ。これとりあえず来週ね、レースで使わないといけないらしいんで、あ、練習走行ね、もう間に合わないじゃん。とりあえずこいつドラえもん書いてみます。書いてみます。もう脱線しまくりです。後ほど。その後脱脂剤やらシンナーでステッカーのノリを除去してみようと試みましたが、結果は惨敗。結局エアーツールのトレーサーを使えば傷もつかずにほぼ綺麗に剥がせました。トレーサーが一番早い。2日後に使う予定なので急いで形にしなくてはなりません。ということで娘を召喚してドラえもん仕様のカウルにしてもらいました。短時間で描くためにアクリル絵の具を使いました。なんとか始まりました。やばい。鼻血が出た。失敗も全て生かしていくスタイル。このまま行きましょう。少しずつドラえもんに近づいています。目を入れると魂が入ります。これ以降動画を撮り忘れたのですが、完成した写真はこちら。ネズミに驚いて慌てて逃げるドラえもんを表現しました。結果こんくらいヤバいのが出てきました。ねえ、これネズミに追われてね、ドラちゃんね慌てて攻めてますよ。だいぶ好評だった。好評だった。ねえ、今日これでねサーキット走ってきたそうですよ。はい、というわけで次回はきちんと作り直します。ではまた、バイバイ。次回イニシエの新品パーツの発掘、次はかっこいいバイクに仕上げますの予定。